こんにちは。こんにちは。木田しおりです。渡辺です。はい、今日は猫っけ南毛さんに、おすすめのボリュームが出るハーフアップアレンジをやっていきたいと思います。はい、はい、暑くなってきて髪の毛をまとめる方も多いと思うんですけど、その時に今ちょっとボリュームが出て綺麗に見えるアレンジをやっていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴使います。髪の毛全体にオイルをなじませます。ブラシでなじませます。表面は分け目が見えなくなるように手ぐしで後ろに溶かして、このぐらいの毛束を取ります。耳ぐらいの位置でゴムで結んでいきます。ポップの部分とその横を軽くほぐします。サイドの髪の毛を後ろに持ってきます。反対の手で耳あたりを押さえながら上に向かって3回ねじります。3箇所ほぐします。毛束を下に入れてゴムで結びます。反対も同様にねじっていきます。ほぐしていきます。真ん中の毛束に2周巻きつけます。毛束を下側にしてゴムで結んでいきます。毛先を持ってギュッと締めます。残りの髪の毛を前に持ってきて外巻きに巻いていきます。反対も同じように外に巻いていきます。巻いた髪の毛を軽くほぐしたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました、はい。今日のポイントは、うん、まず、真ん中の髪の毛を結ぶんですけど、その時にあんまり量を取りすぎたら、次サイドの髪の毛持ってきた時にすごい少なくなっちゃうので、真ん中の髪の毛はそんなに多くなくていいと思います、うんうん。で、サイドの髪をこうねじるときにちょっと横を反対の手で押さえながら、うん、こうくるくる巻いてあげることによってバランスも良くなりますし、サイドにこう膨らんでくるっていうこともないと思うので、そこを注意してみてください。はい、あと毛先の部分とか長い人は、ちょっとねコテで巻いてあげたりすると形も綺麗になるし、まあ、巻くことによってこうバランスも、取れてボリュームアップにもつながるかなと思いますので、まあ、大体ミディアムぐらいってそのイヤンか、そうです、このぐらいだとそこまで入れないと思うんですけど、ミディアムも鎖骨より下になると巻いてあげるといいかなと思いますんで、まあ、最後に今回巻いたんですけど、一番最初に巻いてても全然いいかなと思うので、どちらかやりやすい方でやってみてください。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。